ベネズエラからやってまいりましたギルベルト・セラノはマルガリータ島出身の30歳です。25戦19勝4敗2つの引き分け17の中尾隆です。アマチュアの戦績が90戦78勝12敗です。今年の3月12日日本期待のハードパンチャー坂本秀幸との初防衛戦、第1ラウンドに坂本のハードパンチ2度もダウンを奪われたんですが、得意の左アッパーカットと素晴らしい左のフック、そしてチャンピオンの意地で第5ラウンドテクニカルナックアウトでタイトルを死守しました。生まれつきこの選手は右胸の大胸筋がありませんで、皮の下はすぐ肋骨です。生まれた時のトラブルか、あるいは小児麻痺の影響かもしれないとコミッションドクターは言いました。しかしいつもつきっきりでトレーナーも兼ねますお父さんは、僕はそれがハンデと思ったことは一度もないし、ハンデとさせないためのトレーニングをしてきました。右がハンデなら左を倍以上に鍛えよう。右パンチに比べましてアンバランスなまでに完成されました強力な左のアッパーカットフックはまさに破壊力にあふれています。鬼塚さん、あの坂本戦を見る限り、はい、特に左のアッパーカットというのは大変怖いパンチですね、はい、そうですね、やっぱりあの強くて硬いですよ。硬い、はい、なんすかね、やっぱあの状態だからあのもらってもあれだけ あの顔を変形させるだけのパンチありますからね。なるほど、世界のチャンピオンベルトを誇らしげにマネージャーが掲げまして、チャンピオンがあと3メートルほどで階段に足をかけようというところまで来ました。同人でリングシューズの滑りを止めて、さあ2度目の防衛戦を迎えましたベネズエラヒューエト・セラーノ選手の入場です。重量級のボクサーの宝庫ベネズエラからやってまいりましたヒルベルト・セラーノです。続きまして青コーナーより挑戦者畠山有明コロシアムはたくさんのお客様で埋まっています。元世界スーパーフェザー級チャンピオン WBA 世界ライト級第10位横浜光ジム24歳畠山隆典選手です。25戦22勝1敗2つの引き分け17のナックアウト、ナックアウト率は 77% です。心身ともに今までの自分の25戦の中で最高のコンディションに仕上がりましたとロッカーでは話をしてくれました。この畠山隆典です。この試合に勝って坂本博之選手との日本人同士の世界戦を僕自身のためにも、そして日本のボクシング界のためにも実現したい、そのためにはまず今日の試合ですと言っております。竹原さん、はい、デビュー当時の畠山選手は、はい、非常にスマートなボクシングをして、はい、まさに駆け足で世界への階段を駆け上ってきましたね。はい、そうですね、初めの頃はあのスピードで倒すボクシングをやってたんですけど、はい、上が見えてきてなんか力で倒そうとするんで、これがちょっと KO にはつながらないような感じするんですけど、はい、竹原さんは今日はどういう試合を予想されますか。やっぱり相手の左アッパー怖いんで、相手減量も少し苦しんでるみたいなんで、はい、後半勝負と見るんですけど。なるほど、はい、減量は今回は本当にクラスが上に上がったということもあって楽でした。そういった意味では昨日計量直後に食べたゼリーもあまり感激はありませんだと言っております。ありませんでしたと言っております。このチャレンジャーの畠山隆典です。鬼塚さんも計量には随分苦しんだわけなんですが、はい、この1クラス上げたということに関してはいかがですか。そうですね、減量まあ、だけにスムーズにいったとは思うんですけど、はい、まあ、ボクサー減量することによって試合の緊張感というのは持てるんで、そういう意味では減量もすごいいいことだとは逆に僕は思いますけどね。はい、肌のツヤも非常にいいチャレンジャー WBA 世界ライト90位畠山隆典がまもなくリングに登場してまいります。ロープを持っておりますのはルディ・エルナンデストレーナー、この畠山を務めましたリュウ・ワリュウトレーナーも青コーナーの下じっと熱い視線を送ります。さあ
ャレンジャー畠山の登場です。十字を切って畠山が登場してまいりました。さあ舞台装置は整いました、衣装も整いました。そしてそれに花を添えるのが両国の国歌です。両国国歌の吹奏です。両国国旗に向かいましてご起立をお願いいたします。まずはじめにベネズエラ国歌の吹奏です。続きまして君が代です。続きまして日本国国歌の吹奏です。東京の有明コロシアム、両国の国旗が掲揚されまして、この後はいよいよゴングです。今夜映画行かない？あ、行く。今夜はさあ、両選手の紹介です。ただいまよりWBA世界ライト級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界ライト級チャンピオン135パウンドベネズエラヒルベルトセラノ。世界では有名なドンキングプロモーターの選手です。ベネズエラのヒルベルト・セラノ、今晩のウェイトが 61.2kg、 リーチは 181cm です。 WBA 世界ライト級10位135パウンド横浜光ジム所属畠山今日のウェイトが 61.2kg、 身長 172cm、 リーチ 176cm、 畠山貴則です。ジェルペレス、パナマ、フィンランド、アメリカの3人のジャッジが採点します。そしてレフリーはアメリカのアルマンド・ガルシアレフリーです。今日が19回目の世界タイトルマッチのレフリングです。3人のジャッジが紹介されています。そして今日の WBA ルールをご覧いただきましょう。
3ノックダウン制、スタンディングダウンは取りません。10ポイントのラウンドマストシステムです。なるべく差をつけるように採点しなければいけません。グローブは畠山の希望によるナックルパートの薄いメキシコ製の畠山の好きなブルーです。赤いトランクス、チャンピオンカラーのチャンピオンヒルベルト・セラノ、そして黒いトランクスがチャンピオン日本の畠山。さあゴンが間もなくなります。東京の有明コロシアム第1ラウンド開始です。わーという大きな歓声が期せずして湧き上がりました。まずオーソドックススタイルを取ります。チャンピオンのヒルベルト・セラノ右のストレートです。畠山ボディを攻めました。今日は畠山はどういう作戦を取ってくるんでしょうか。緊張の第1ラウンドの滑り出しです。左のストレートが非常によく伸びます。リーチが181センチ、畠山も176センチのリーチなんですが、その畠山にも5センチ長い左が伸びてまいります。緊張の第1ラウンドの滑り出しです。竹原さん、はい、主導権をどちらが取るかということは第1ラウンド非常に重要だと思うんですが。そうですね、大事ですね。はい、鬼塚さんはこの1ラウンドはいつもリング上ではどんなことを考えながらグローブを合わせていたんでしょう。いや、もう僕の場合はもうリングに上がってたんで真っ白で、もうやってきたことを信じて、なるほど、体が勝手に動いてた状態なんですけど。はい、で鬼塚さんの言葉で私印象に残っているのは、はい、いくらチャンピオンでもリング上ではチャンピオンという肩書きは、あ、トップ、いい感じが入りました。ラウンド3になりました。これはリングストレート、畠山攻める、畠山攻める。さあ後手は畠山攻勢、畠山攻めていきます。赤コーナーに詰まります。チャンピオン、チャンピオンはこういう姿勢があると弱いんです。あー、今は神畠山優勢、2人の隙間入りました。聞いてますね。いいですね。竹原さん、聞いてるのはどこら辺でお分かりになりました。はい、もうなんか目が少しなんか上向いてましたね。そうですか。はい、足元も定まってないし。ただこの蹴りが危ない。もうちょっと近づきたい。はい、もうちょっと近くに行きたい。チャレンジャーの畠山、ショートレンジの打ち合いです。鬼塚さん、今の打ち合いはどのようにご覧になりました。そうですね、いいパンチ入ったと思います。入りましたね。膝が硬いんですよ。だから顎に入ればもうすごい効いて、すぐ膝が折れますよね。あなたおっしゃいましたもんね。右のストレート流れました。それと鬼塚さん、左のパンチを打った時に体が開くというような感じもありますね。そうですね、膝がそんなに柔らかくないんで、はい、あれでパンチ打つ時に開きますよね。そうですね、ないわ、はい、はい、左のストレートが長く突っかえ物のような感じで伸びてまいります。チャンピオンのセラノ、しかし第1ラウンドは畠山貴教の攻勢です。日本の挑戦者、黒いトランクスの畠山の第1ラウンドイニシアチブを取りました。竹原さん、はい、伺った主導権はまず畠山です。そうですね、でももう回復してるみたいですね。あ、そうですか。はい、はい、畠山君はスピードだけでもういけばいいと思うんですけど、パンチを切り返して左の服から入りました。挑戦者の畠山貴教です。だけど今 の一発でですね、もう調子よくいけると思いますよ。いろんな不安が吹っ飛んだんじゃないですか、ね、そうですか、はい、そうですね。1年間のブランクがあります。実質上350日のブランクがありますが、実戦の間、左の服入りました。もう一回入った、ライトアップを打ちました。チャレンジャーの畠山、右のストレートは脱臼でかわしています。まもなく第1ラウンド終了というところなんですが、第1ラウンドは多分畠山が取ったでしょう。畠山の復活の日となるかどうか、 WBA 世界ライト級タイトルマッチ第1ラウンド終了です。それでは序盤の畠山のラッシュ、左から右、このコンビネーションワン・ツー・スリーできました。フォーも行きますね。鬼塚さん、このコンビネーションが出るということは、このブランクはあなたがおっしゃるようにあんまり考えなくていいですね。そうですね、ブランクありますけど、これにかけるずっと集中してきたと思うんでね。さあ第2ラウンドです。まさに弾かれるように青コーナーから出てまいりました畠山です。竹原さん、はい、青コーナーからの出方を見ましても畠山かなり乗ってますね。そうですね、はい、いけるというような感じが十分に感じ取れたんでしょう。はい、で今左もかわしてるんでいいと思いますよ。はい、ただこれをもらい出したらちょっと苦戦しますよね。そうなんです、このストレートなんです。ストレート、それからフック、アッパーカットが非常に強いチャンピオンでしたの。赤いトランクスがチャンピオンです。画面左側、畠山です。体のウィーミングダッキングも非常にいい感じの今日の畠山貴教です。左のボディーブローはチャンピオン、これが怖いんです。ただチャンピオンは打たれ弱いというところもあります。坂本選手との壮絶な第1ラウンド2度のダウンを喫しております。
坂本選手が言っておりましたけれども、顔面の右側が弱いような感じを僕は受けましたということなんですが、その顔面の左側から右側をどのように攻めていくことができるんでしょうか。チャレンジャーの畠山貴教です。石川さん、はい、その坂本選手は第1ラウンドの畠山を見て、相手の懐への入り方が上手くなりましたねと感嘆しています。ああそうですか。いや竹原さんね、はい、畠山が半年間トレーナーをやったんですけども、いやトレーナーをやって本当にボクシングがよく分かるようになりましたと言いましたね。いいことですよね。はい、ボクシングの世界には引退したボクサーは現役時代の体とそして現在の頭があれば簡単にチャンピオンになれるという名言がありますけれども、今はそんな感じではないでしょうか。結構あの辞めた時とか、ええ、あのたまにジム行って練習すると思ったことができるんですよね。ああそうですか、はい、そこら辺は今コマーシャルでも活躍中の鬼塚さんは今も体を動かされておりますけれども、はい、鬼塚さんもそういうふうに思うことが随分あるんでしょうね。そうですね、やっぱり今まで見えなかったものがやっぱり見えてきたり、はい、勝敗関係ないところで、練習をしますから、はい、いろんな練習ができるんですよね。でしょうね。気づかなかったことを気づいたり。今鬼塚さんのお話中に左の奥が軽くヒットしました。坂本さんがおっしゃる右の顔面です。グローブを合わせながら攻めていこうという畠山、右のストレートは打球で返されました。今一番自信を持っているのは右のストレートだと畠山は言っています。毎回得意のパンチは変わるんですが、現在は右のストレートに自信を持っています。チャレンジャーの畠山貴教。ああ、右のストレート、あまり右のストレートは強くないんですが、今チャンピオンの右のストレートが入りました。その後は左のアッパーです。得意の左のパンチが1回2回と当たっています。チャンピオンが左に回りながら逃げていきます。左のアッパーカットを軽く脱臼でかわしました。だんだんチャンピオンの距離になってきたんで、はい、もうちょっと離れるか、クスクスはどっちか攻撃したね。1ラウンドのあの構成をかけたショートレンジの打ち合いに持っていくことができるかどうか、チャレンジャーの畠山、ショートレンジでの打ち合いです。ここで第2ラウンドが終わりました。再び世界の頂点に立つことができるかどうか、第1ラウンドは構成、第2ラウンドはまず互角と申し上げておきましょう。もしもし中井だけど、今までの電話回線だとインターネットしてるときは電話できない、電話してるときはインターネットできないって知ってた。だから1本で2回線分の ISDN ってわけ。安いよ、簡単だよ。わかった ISDN フェア実施中。毎日がドラマ、それがイタリアン。ニューフィアットプントデビュー。それでは両選手の体格をちょっと比較してみましょう。年齢はセナノが30歳、畠山まだ若いですね、24歳です。両選手ともこれまでのキャリアが25戦、そして竹原さんも鬼塚さんも25戦で引退されてるんですよね、はい、そうです。これはもう私も資料を調べていてびっくりしたんですが、本当にくしくもという感じがします。わずかにここまでのところは序盤は畠山が優勢です。チャンピオンが下がります。しかし左がよく出ています。右のストレートを送りました畠山。ナイスタッキングですよ。はい、左のフック、いきなり左のフックから入りました。その後の切り返しのパンチが欲しかったチャレンジャーの畠山です。石川さん、はい、青コーナールディ・エルナンデストレーナーの指示は、外側外側に回りなさい、上体を振ってからストレートを打てば相手のジャブアッパーはもらわない、こんな指示が出ています。はい、つまり時計の針とは反対方向に回れという指示です。青コーナーのリポーターは土井俊之アナウンサー、赤コーナーのリポーターは新田悦雄アナウンサーです。石川さん、はい、チャンピオンサイトです、こちらトレーナーもそしてお父さんのヘラルドさんもですね、とにかくお前の左は一番強いんだ、世界一なんだから思い切って前に出てもっともっと左を使えと、そういう指示が飛んでいます。はい、いや鬼塚さん、今のリポート中畠山がものすごいウィービングダッキングやったのがすごいですね。そうですね、正面に立たずに、ウィービングダッキングもっともっと入れていけばいいと思います。そうですね、はい、これ途中でも話しましたけども、非常に前回とは比べまして上手くなったというような感じがいたします。右のロングフックです。チャンピオンのセラーのスナーター、右のロングフックボディへ、右のストレート、おー、このラウンドはチャンピオンがいきなり右を3発繰り出しました。左は君のパンチ世界一強いんだからというチャンピオンコーナーからのリポートがありました。さあちょっとチャンピオンがたじろいだ。鬼塚さん、ロープを背負った時のチャンピオンは、はい、ちょっとチャンピオンらしからぬ面もありますね。そうですね、ええ、
そこまで距離の取り方はそんなにうまさは感じられません。そうですね、はい、中南米独特のあのなんすか膝の柔らかさは持ち合わせてないような感じがしますね、はい、だから畠山選手はもっと強引に結構荒々しく行った方がいいんじゃないかなと思いますけど、実はそれは畠山は2週間前のキャンプの時にそっと教えてくれたんですけれども、まだ現在のところそれはできていない感じです。第1ラウンド中盤は非常にそれがよくできたんですが、この距離はいけません。チャンピオンの長いリーチが生かされる距離です。さあ中に入っていきたいチャレンジャー畠山、右のフックです。右のボディーブローはチャンピオンです。左フックから入りました。それは右のフック、チャンピオンの右のフック、そしてチャンピオンの左のアッパーカットが入りました。畠山を打っていきます。右のストレートはセラノ。畠山はここでどういうパンチを打っていくんでしょうか。左フックから入りました。その後のフォローがありません。畠山が左のアッパーカットを打ちました。赤いトランクスのチャンピオンが左側です。右側が挑戦者の日本の畠山貴教。第3ラウンドもあと10秒ほどで終わろうというところです。左のストレート1回2回続いています。この左のストレートが非常によく出ます。チャンピオンのセラーノ、右のフック、その後は左のフックが入りました。チャンピオンのセラーノです。差を開けると強いですよね。そうですね、この距離はチャンピオンの距離です。第3ラウンドが終了しました。君だったらつべこべ言わずにダイナボック、そこいらのおもちゃ買ったら猿、猿よ、猿になる、人になる。安心と先進はお近くのダイナブックへ。 Drive your dreams. The trend in art. これから夏、新しいラフォーが待ってる。 I feel the earth yes. move under my feet. これだ、 New Rap4 debut。畠山はボクシングが大好きで、ボクシングの歴史もあるいは戦績も非常によく勉強するんですけれども、彼が実は教えてくれました。日本対ベネズエラの世界タイトルマッチはベネズエラの選手の18勝7敗、しかしベネズエラ対韓国はその数字が全く逆になって韓国選手の勝率は8割を超えます。竹原さん、はい、で僕がやりたいのはあの韓国の選手と同じようにチェ・ヨンスと同じように上体をもう前に倒して、はい、ガン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 出ていきたいんですと言っているんですが、はい、今日はこれまでのところいかがですか。あ、前半はこれでいいと思います僕は、はい、後半に必ずすごいチャンスが来ると思うんで、はい、これを生かしてもらいたいですね。森岡さん、そのスタミナなんですけれども、はい、チャンピオンのセラーノはちょっとスタミナに心配がありますよね、はい、そうですね、チャンピオンとして あの粘り強さ、そういうのはあまり感じられないので、やっぱり畠山選手の方がよっぽどそれに対してはすごい、勝ちたい時に上回っていると思います。そうですね、スパーリングに勝る練習はないということで、この試合に備えてなんと290ラウンドのスパーリングをこなしておりますチャレンジャーの畠山です。リングの中央に両選手が戻りました。左のアッパーカットから入りました。チャンピオンのヒルベルト、セラの右のストレート、これは軽く脱臼で交わしました。しかしこのダックもウィービングも非常にうまくなりまして、やっぱりここら辺は竹原さん、はい、あなたも教えてもらったことがありますロサンゼルスのルディ・エルナンデストレーナーのディフェンスの理論というのはすごいものがありますからね。そうですね、ルディは打たさないボクシングを教えるんで、はい、それに合った状態いいんじゃないですか。そうですね、この畠山という名刀を研いでここまで育て上げました劉和龍トレーナーが今日もリングサイドにえっと熱い視線を送っておりますけれども、あの劉和龍トレーナーも素晴らしいトレーナーでした。このルディトレーナーも素晴らしい、世界チャンピオンを4人も育てたトレーナーです。右のストレートを打ちますチャンピオンです。歩くダッキングしながら入っていきました畠山貴教です。右側畠山、左側がチャンピオン、その体が逆になろうというところです。向こう側がチャンピオンです。左のフックはチャンピオン、右のストレートは流れました、ショルダーベルトで返されました。第1ラウンドほどの構成はまだ見せることがありません。日本のチャレンジャーが攻めていく、攻めていく、いい感じが入りました。残り時間はあと1分ほどです。畠山が攻めていきます。やっぱりショートレンジになりますと鬼塚さん、畠山のパンチは随分ヒットしますね。そうですね、はい、どんどん詰めていけばいいと思います。畠山のテンポを上げていってほしいですね。あ、そうですか、右のストレート、右のストレート、やっぱり世界クラスの選手になるとなかなかパンチを返しとして倒すというのはそうそう簡単なことではありません。畠山が上体を譲りながら追っていこうというところ、チャンピオンの右のストレートが来ました。さあ畠山追っていきます。青コーナーに詰まるんでしょうかチャンピオン、ロープワークはあまりチャンピオンうまくありません。しかし右にステップを切りました。チャンピオンが逃げていきました。レフトアッパー、
バットは非常にうまい、いい角度で入ってまいります。チャンピオンのセラーノ、右のロングフック、畠山の左の目の下がちょっと腫れてまいりました。左のフックが脱臼でかわしています。チャンピオンの非常にスピードのある左のフック、そしてアッパーカット、おっと右のロングフックが入りました。チャレンジャーの畠山の右のロングフックです。畠山の左目の下がちょっと膨れてまいりました。ここで第4ラウンドが終わっています。もしもし中井だけど、今までの電話回線だとインターネットしてるときは電話できない、電話してるときはインターネットできないって知ってた？だから1本で2回線分の ISDN ってわけ。安いよ、簡単だよ。分かった。 ISDN フェア実施中。大麦たちは幸せの雨を浴びて、えも言われぬ旨味をはらむ季節に向かう。辛いでも苦いでもない旨味のビール、発表キリン素材厳選。中盤の畠山の連打です。右のストレート、状態もよく乗っています。その後は切り返しの左のフック、このコンビネーションが今日はよく出ます。右のフックは脱臼でかわされました。左の目の下が鬼塚さん、ちょっと膨らんできたんですが、これがもっと減量を強いられていたスーパーフェザー級の頃だったらもっと膨らんでいますね。あ、そうでしょうね。これも減量がそれほどないんでこの程度済んでいるんでしょう。左のダッキングです。左のフックはダッキングでかわしています。チャンピオンのヒルベルト・セラノ、あー、いいワン・ツー・スリーとパンチが出ます。チャンピオンのセラノ、上体を振りながら攻めていきます。竹原さん、はい、この感じなんですよね。そうですね、チャンピオンは下がりつつもうまいんですよね。はい、右ロック、右のロングフックが入りました。挑戦者の畠山、レフトアッパーはチャンピオンです。あー、左ロック、左ロック、畠山の左ロックがいい感じです。チャンピオンのセラーノしました。連打連打連打、畠山のワン・ツー・スリーという連打で腰が砕けました。チャンピオンのヒルベルト・セラーノ、ピンチ、大ピンチです。さあ、まだふらついている畠山、チャンスだ、畠山チャンスだ、畠山チャンス、右ロック、左ロック、レフトアッパー、レフトアッパー、素晴らしい、物が飛んでいきます。場内は大変な興奮ぶり。まだ第5ラウンドは1分過ぎたばかりです。畠山セール、場内大歓声になりました。畠山の素晴らしい、左ロック、左ロックが入りました。さあ、畠山行け、畠山攻めます。ロープに座りました。チャンピオンが自分からクリンチに行きます。これはかなり疲れている証拠です。ナイスですよ。チャンピオン危ない、畠山攻める、畠山攻めるという行こうというところ、畠山攻勢、ロープに座りました。チャンピオンのセラノ、まだ1分20秒を経過したばかり、第5ラウンド半分も過ぎていません。畠山、的確なパンチをしたいところです。一気に私も汗が吹き出てまいりました。第5ラウンド、まだ残りが1分間、十分に時間があります。左のフックも全くスピードがなくなりました。当然のことだからです。畠山攻める、チャンピオンロープに背負ったまま、ロープを背負ったままのチャンピオンが自分からクリンチに行きます。かなり効いている証拠です。さあ、畠山攻勢、ここはどのように攻めていくんでしょうか。チャンピオン足がかなりふらついている。ロープを伝って逃げようというチャンピオンのセラノの足取りはちょっとおぼつかない。畠山、このように料理していくんでしょうか。チャンピオンのパンチ、全くスピードがなくなりました。自分からクリンチに行っています。かなり疲れています。畠山君はボディーも前にボディーまで行ってほしいですね。上下の内訳ですね。はい、ただもっとチャンスが作るんですけどね。はい、第5ラウンド残り30秒を切りました。ライトアッパー、ライトアッパー、またグラッときた、またグラッときました。チャンピオンのセラーノがまたグラッときました。ナイスボディですよ。かなりチャンピオンは疲れています。ボディーブローが押し上げ、ストレート、右のストレートが入った。畠山が攻める、畠山が攻めていきます。今の右のストレート、鬼塚さん、素晴らしかったですね。畠山選手は攻撃が多彩ですよね。ねえ、はい、セラーノはもう左一本しかないので、はい、第5ラウンドが終了しました。このラウンドは大きく畠山がポイントを稼いだはずです。音で迫るノートパソコン、えい、スリーウェイシックススピーカーラビー S NEC。 次の人ないぞ。全然気にしてません。その体繊維でリセット、リセット。
5ミニ。いやーテレビをご覧の皆さん分かったでしょうか、このパンチ左の服から入って倒れたのはどのパンチだったんでしょうか。まもなく出るはずです。ライトアッパーですか。はあ、はあ、竹原さん、あのパンチ見えました。見えませんでしたね。素晴らしい速さのパンチでした。チャンピオンが出てこない、チャンピオンが出てこない、これはいけません。チャンピオンフラフラ、今出てきました。第6ラウンド開始です。なるべく時間を稼ごうというチャンピオンサイド。鬼塚さん、足元がちょっとおぼつきませんね。そうですね、なんかもう顔つきがちょっともう弱気になってますね。あ、そうですか。畠山が攻めていきます。強引に攻めていきます。いや、このままもう強引に攻めていった方がいいと思います。あ、そうですか、はい、このチャンス一気に畳み込んだ方がいいと思います。はい、もう仕留めるラウンドだという鬼塚克也さんです。そしてそのためには内訳が欲しいという竹原さん。今日の解説は WBA 世界スーパーフライ級のかつてのチャンピオンの鬼塚克也さんと世界ミドル級チャンピオンの竹原慎二さんです。赤コーナーにチャンピオンを据えました。左のフック、いいですよ畠山君が、はい、ボディまでいってほしいんですけどね。はい、ロープを背負って逃げまくっている感じの第5ラウンド第6ラウンドのチャンピオンのセラノ。チャンピオンちょっと体の上で言います、体が入れ替わりました。今度は畠山がロープを背負うような格好になりましたが、チャンピオンは右のストレートです。石川さん、はい、チャンピオンサイドです。今ラウンド間の間ですね、あのセコンドから非常に強い言葉が飛んでいたんですけど、やっぱりチャンピオン聞いてますね。その言葉上の空のような状態で聞いてましたね、というチャンピオンサイドのリポートでした。石川さん、はい、いいパスが青コーナーは詰めるとしたら右で腹腹とルディ・エルナンデストレーナーが日本語で腹だと右で打てというふうに指導しています。はい、ボディーブローをしたいチャレンジャーの畠山、ライトアッパーを打ちましたチャンピオンですが、あの左に比べますと右はアンバランスなくらいにあまり良くありません。右のストレート、チャンピオンのセラノの右のストレートです。両者の額背中から汗が飛び散ります。パンチが当たるたびにきれいに汗が飛び散っているのがこの放送からもよく分かります。レフトアッパー、その後右のストレート、チャンピオンです。畠山が攻めていきます。折笠さん、チャンピオンがちょっと息をつきまして回復しだしましたか。そうですね、あの間がやっぱり、もっと畠山選手が強引にも攻めていけばいいと思うんですけど、はい、ボディはあまり強くありません。チャンピオンのセラノ、3月の12日に対戦した坂本選手も第4ラウンドボディーブローが当たるとハーとチャンピオンが息をつくのが分かったということを話してくれたんですが、そのボディを打つことができるかどうか。畠山、右のフック、右のフックがクリーンヒットしました。しかしチャンピオンも左右左です。ワン・ツー・スリーと入りました。まあ、構成はいいんですけども、あまりパンチをもらわないことですね、鬼塚さん。そうですね、やっぱり何せ相手がチャンピオンです。右のストレート、挑戦者の畠山の綺麗な右のストレートがヒットしました。いい感じでヒットしています。まもなく第6ラウンドが終了しようという東京の有明コロシアン。はずみはチャンピオンの右のストレートが入りました。チャレンジャーが追っていきます。畠山、左側から右のストレート、これは左側ダッキングで返されました。左のフックはダッキングで返されました。チャレンジャーの畠山のパンチです。さあ畠山、構成のうちにこのラウンドも終了しました。再び世界の頂点へ、畠山まもなく中盤に入ろうという今日のタイトルマッチです。彼女は男運がなく、彼はゲイ、2人は親友、私たち結婚しないから離婚もありません。2番目に幸せなこと、はい、いい子でしょ、あっち向いて、はい、あっち向いて、はい、じゃんけんぽい、あいかでしょ、割引率がアップ、ますますお得なドコモの携帯、あっち向いて、はい。7ラウンドということをラウンドガールが指し示しまして、果たしてこの中盤に畠山のダウンによる日本人4人目の2階級制覇がなるんでしょうか。石川さん、はい、リングサイドで応援中の坂本選手は、ね、もうこうなったら畠山がマークするのは左アッパーだけでいいでしょうか。あ、そうでしょうね。それからかつて畠山選手を世界チャンピオンに導いた劉和龍トレーナー、この人も観戦中なんですが、ほとんど自分の席を立ったまま大声で応援をしています。あ、そうですか。ただ一度チャンスをつかんだらそこで一気に決めてほしいと劉和龍トレーナーは言ってます。劉先生は僕の心の恩師です。その先生から卒業してまた1ランク上のレベルを目指したかったんですと畠山は言っておりますが、畠山は構成です。
左右のフックで畠山がチャンピオンを追っていきます。鬼塚さん、チャンピオンがほとんどロープを背負うという展開ですね、はい、そうですね、もうこの展開はもういいと思います。もうあとはもう疲れる一方だと思うんで、ね、ああなるほど、はい、これから後半に入っていくということは竹原さん、はい、チャレンジャー畠山が有利というふうに見るのが妥当な見方ですよね。そうですね、ただ畠山君はあの相手の距離になった時にやっぱり頭を振った方がいいと思いますよね。そうですか、はい、まだ振れてるからいいんですけど、はいはい、ワンツーというストレートですが、チャンピオン第1ラウンド第2ラウンドあたりに比べますとめっきりとスピードがなくなりました。逆にチャンピオンが左の目の下をうっすらと切っているんでしょうか。なんとなく赤いものが見始めています。チャンピオン右のストレート、その後は得意の左のボディーブロー、そしてストレートです。石川さん、はい、赤コーナーサイドです。こちらの陣営の方はですね、すでにもう前に出てもっと戦えと言ってるんですが、なかなかチャンピオンがそうしない。結構このお父さんのヘラルトさんがイラついてますね。出られないんでしょうね、やっぱり足に来ているのかもしれませんというチャンピオンサイドの新田アナウンサーのリポートでした。また挑戦者の畠山持っていきます。挑戦者畠山の右のストレート、きれいにヒットしました。さあ畠山チャンスだ。仕上げにかかるんでしょうか。挑戦者の畠山、畠山が攻めます。畠山今日は素晴らしいボクシングを見せてくれています。畠山が攻めていきます。左のボディーブロー、畠山右のフックボディへ。チャンピオンタジタジです。かなりこれは疲れていますね、鬼塚さん。チャンピオン、そうですね、もうチャンスです。もう一回畳みかけた方がいいと思います。左のフック、その後は右のフック、逆に右のロングフックを畠山が食いました。右のストレート、はい、また右のストレートで攻めていきます。畠山が攻める、畠山が攻める、ダイナッパー、畠山ボディーブローを振っているが、ニュータルコーナーに繋がったままのチャンピオンのセラノ、両足は完全に揃えたままでチャンピオンがパンチを出してまいります。畠山攻めます、畠山攻めようというところ、すごいパンチの数です。今日の畠山はまさに体力的にも十分チャンピオンをしのいでいます。ワン・ツー・スリー・フォーと連打を出しましたチャンピオンのセラノ。さあ畠山を追っていこうというところです。右のストレートから入りました。その後は左のフック、畠山が攻めていこうというところ、青コーナーに背を向けて詰まっておりますチャンピオンのヒルベルト・セラノ。すごい試合になりました。さあ第7ラウンド終了です。まあリラックスできる感じがいいね。リラックスしたいのよ、こう見えても。もう絶品だから、私はこれがいい。だからアサヒスーパーモルト。つまりね、どっちもっていうのは 64KPHS と携帯のいいとこ取りのすごいものなわけよ。それに今度は i モードがついてすごいことになってるわけよ。じゃこれのこと。これですね。あ、これ i モードがついたスーパードッチーも新登場。また乗り遅れちゃったわけよ。テレビをご覧の皆さん、この右ストレートをもう一回振り返ってみましょう。今自分に一番自信があるパンと問われれば、それは右のストレートですと畠山は言いました。この右のストレート、いや鬼塚さん、綺麗なストレートでしたね。そうですね、モーションのないスムーズに出た感じですね。龍和龍トレーナーもじーっと見つめます。第8ラウンド、またチャンピオンの出が遅れました。このラウンドはどういう展開になるんでしょうか。いつこうなりますと畠山がチャンピオンを倒すかどうか、これがこの試合の最大の頂点ということにもなってまいりました。石川さん、ルディ・エルナンデストレーナーは Doing、 行け、このラウンドでやれと言いました。ロイト・シューキアナウンサーのリポートです。このラウンド、ノーサインが出ました。チャレンジャーの青コーナー、畠山貴則陣営です。しかし鬼塚さん、怖いのはやっぱりあの長いリーチを利したこの左のアッパーカットですよね。そうですね、まあ、ただもう間をどんどん詰めていけば、はい、もうあの体を振って詰めていけば大丈夫だと思うんで。ライトアッパー、ライトアッパー入りました。畠山の右のアッパーカットが綺麗にチャンピオンの顎をヒットしています。このショートレンジでの打ち合いは畠山に断然有利なものがあります。ライトアッパー入った。さあチャンピオン足りないな、チャンピオン足りない、ダウン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 、チャンピオンダウン、またまたチャンピオンがダウンしました。畠山攻勢、畠山が攻めまくっています。第8ラウンド、畠山攻勢、右のストレート、左右のストレートから左のアッパーカットをしましたチャンピオンです。しかしスピードはめっきりと衰えましたチャンピオンの左のパンチです。畠山攻めていきます。ロープをまたまたちょっています。チャンピオンのセラノ、
さあ畠山、こうなりますとどのパンチで仕留めるんでしょうか。ショートレンジが激しい打ち合い、左のフック、チャンピオンが対応だ、チャンピオンがつなげだ、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない、チャンピオンボディーブローでダウン、ダウン、ダウン、このラウンド2度目のダウン、チャンピオンまたまたダウンしました。このラウンド2度目のダウン、スリーナックダウン制です。さああと1回取れると日本人4人目の2階級制覇になります。畠山を制ます、畠山を制ます、畠山恒成、畠山恒成、さあ畠山ナックアウトのチャンスです。畠山の連打、畠山がものすごい数のパンチを出しています。打ち疲れが心配されるくらい畠山がものすごい数のパンチを出します。赤いトランクスのチャンピオン対対、さあこのラウンド仕留めることができるかどうか、挑戦者の畠山貴則。またリングの中央に畠山が戻りました。ボディーブローは本当に効きました。そしてアッパーカットを打ちました。チャンピオンです、ちょっと足りない、チャンピオンレフトアッパー、ナックアウト、ナックアウト、日本人5人目の2階級制覇になりました。おめでとう畠山貴則、日本人2階級制覇になりました。伝統と栄光のあのライト級、畠山が24年ぶり日本人チャンピオンとして君臨します。場内大変な騒ぎです。ものすごい試合になりました、ものすごい試合になりました。畠山が何か絶叫しています、畠山が絶叫しています。すごい試合です、すごい試合になりました。日本人5人目の2階級制覇、畠山貴典、見事な試合でした。認定賞WBA 世界ライト級2階級制覇になりました。畠山貴典にリング上認定賞が贈られています。いや鬼塚さん、壮絶なタイトルマッチですね。そうですね、あもう、よく集中して研究してきてましたね、畠山選手は。い竹原さん、はい、文句のないナックアウト勝ちです。前半からも一方的でしたよね、はい、しかしここまで両者の差があるとは思いませんでしたけども、なんかライト級の方が畠山君なんかパンチが切れてて、なんかよく感じましたね。本人が言っておりました、今までの減量が苦しくて、本当に苦しくて、自分のパワーも精神力もそぎ落としている感じがしましたと言っておりましたけれども、今鬼塚さん、竹原さんがおっしゃったように、はい、このライト級が自分のベストウェイトだったかもしれませんね。そうですね、いや、いい状況で試合持っていったと思いますよ。そうですね、はい、チャンピオンは昨日計量1回目ウェイトをわずかではありますがオーバーしておりました。その後ブリーフをリングしてまして、生まれたままの姿で測りに乗ってギリギリでした。でその計量にも14分遅れてやってまいりまして、やはりウェイトの調整の失敗ということもいろいろ噂されていたんですけれども、まあ、このコンディション作りというのもタイトルマッチに臨むボクサーとしての重要な条件の一つなんですけれども、そういったコンディション作りでもチャンピオンはちょっと劣っていたかもしれません。さあ間もなくインタビューです。見事ベルトを奪い返しました、畠山貴典選手です。1年ぶりの試合で周りからも まず無理やろと言われて、それが逆にプレッシャーにならなくて開き直りましたね。もうこれ負けた当たり前だっていう、今までは世界戦取って当たり前だったんですけど、当たり前だというふうに周りにそういうふうに思われてちょっとプレッシャーになったんですけど、今回はもう周りもちょっとダメだろうっていうそういう雰囲気があったような気がしたんで、まあこれで開き直りました、はい、今日は笑顔でのベルト奪回ですね。もうさっきちょっとうるってきちゃったんですけど、もう泣くことないですよ。で6月に長男の龍翔が誕生日なんですよ。それで龍翔の誕生日になるんで、いいプレゼントできたかなと思います。1年間のブランク、自分の中では怖さはありませんでしたか？いろいろ不安とか、今回はやっぱり一人でロス行ってる間はルディ氏に面倒見てもらったんですけど、まあ、こっち帰ってきてとかアメリカ行く前ずっと一人でトレーニングしてロードワークも辛くて休みそうになった時もあるんですけど、男が一回口に出したことはね、やっぱり最後までやり通さなあかんので、絶対やり通してやると思って頑張りました、はい、
そして快挙でもあります2階級制覇です。はい、このベルトもう1個うちにあるんで、もう1個俺どうしようかなと思ってどうしたらいいかなと思って高山とにかく今日は笑顔が印象的です。あの次は坂本選手であります。この話なんです。実は今日会場にも坂本選手が来てリングサイドで間近で今日の試合を見ています。今回はあのもう前も記者会見に行ったんですけど、ボクシング頑張ってた時点でもう負けてやめるのは嫌なんで、勝ってチャンピオンのまま引退したんですよ。だから取ってやめようかなってことも考えたんですけど、やっぱり坂本選手とやるのが僕の今回のモチベーションだったんで、ぜひ坂本選手と次はやります。はい、では坂本選手への表明もありましたが、ファンの皆さん、そして長男の龍翔君にも最後のメッセージお願いします。はい、本当に今日はこんなすごい集まってくれて本当に感謝します。また次坂本選手やって簡単には負けませんので、悲しい試合しますので、皆さん見に強いでください。本当は今日は本当にどうもありがとうございました。畠山